もっと目指してたんですけども、まあ、現状としてやっぱり世界選手権から悔しい状態だったので、まあ、少しマイナスだったところが、まあ、ゼロ付近にゼロスタートら辺に戻ったのかなと思ってます。はい、まだ 100m の方は2回泳ぐチャンスがあるので、まあ、しっかりとタイム更新できるようにしたいと思います。まあ